まあ、ちょっと気になったものだから。ユリシスのそばに、アーミンがいたって。でも、考えてみたらそうですよね。よく知る人の名前でしょなんだか信じられなくて。ね、ちょっと、降ろしてってばだ,だって、イルカ先生、私が何も言ってないのに、勝手にナルト君が悪いことしたって決めつけて、勝手に